アフガニスタンのカルザイ大統領は26日、南部のヘルマンド州で民家がロケット弾の攻撃を受け、市民52人が死亡したのは、現地駐留の国際部隊による誤爆だと発表し、国際部隊を強く非難しました。حمل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قوة الناتو مسؤولية الهجوم ヘルマンド州宣言で民家がロケット弾の攻撃を受け52人が死亡したのは NATO 軍の責任であると非難しました。事件があったのは先週23日のことで、タリバン兵と外国軍の戦闘から逃れて泥作りの民家に集まっていた民間人が犠牲となりました。一方 NATO 軍の報道官は、死亡者の中に民間人がいるという証明はされていないと述べました。またインターネットサイトウィキリクスの創設者であるアサンジュ氏は、アメリカ軍から流出した数千部の機密情報の中には、アメリカ軍が戦争犯罪を犯していることを示しているものがある、緊急に調査されるべきだと述べました。村人はここに集まっていました。タリバン兵と外国軍の戦闘に巻き込まれないよう逃げてきたのです。崩れていない民家の軒先に集まっていました。しかし砲撃は容赦なく彼らを瓦礫の下敷きにしてしまいました。アフガニスタン南部ヘルマンド州宣言地区です。政府発表によると死者の数は50人を超えました。全員が非武装の民間人です。ロケット弾は大人も子どもも女性も老人も区別することなく襲いかかったのです。これはアメリカがテロとの戦いと名付けた戦争の中で、これまでにも数十回と繰り返されてきた集団虐殺の一コマに過ぎません。そしてこの他にも集団虐殺の可能性を指摘する人々がいます。その一人、アフガニスタンの戦争に関する流出情報を公開したインターネットサイトの創設者は、アメリカ軍がアフガニスタンで戦争犯罪を犯している証拠を示している数千の機密文書が存在すると述べました。彼らによれば、アメリカ政府、軍、企業は非人道的な行動で一般市民に犠牲が出ていることを隠蔽しているということです。直ちに捜査が開始され、犯罪者は処罰されなければなりません。国連の報告によれば、いわゆる誤射誤爆によって命を奪われた民間人は数千人に上り、この数はアメリカ軍とその同盟国がアフガニスタンで実施している対テロ戦争の死者数に含まれていません。昨年は最悪の年だったとこの報告は指摘しています。およそ2400人が何の理由もなく殺害されているのです。村の中にいようと、家の中にいようと、モスクの中にいようとです。戦闘で負傷した人の血痕もほら残っています。カルザイ大統領はアメリカ軍と NATO 軍の代表者からの謝罪を受けました。しかし誤爆という名の戦争マシンを停止することを知りません。今回の虐殺はペトレイアス司令官が着任した直後に発生しましたが、就任にあたって司令官は、民間人の死亡者数は世間の普段の死亡者の数と変わらないという表現の発表をしました。ペトレイアス司令官の着任後の民間の死者数は9年間のテロ戦争の平均を上回っています。一方、カルザイ大統領の報道官は、アメリカ軍から流出した数千部の機密文書がパキスタン情報部とタリバンの協力関係を示しているとしても特段の驚きには当たらないと述べました。しかしパキスタンの外務省報道官は、そのような文書は捏造されたものであり、現実と矛盾していると述べました。ホワイトハウスはこのような軍事機密文書が明るみに出たことを非難し、国防総省はこの行為は犯罪だと指摘しています。アフガニスタンでの国際部隊による誤爆が相次いでいることに住民の怒りが高まっています。イギリス BBC は、アフガニスタンでの世論調査でも武装勢力タリバンへの支持が徐々に高まっているとして、アフガニスタンの世論の動きに警告を発しています。民間人の犠牲者の多さが NATO 軍への反感を高めていますが、26日アフガニスタン政府は先週も52人がロケット砲で死亡したと発表しました。罪のない民間人の死が戦争に影を落としています。カブールからロイン記者です。
この山岳地帯は30年も戦争ばかり見てきました。うち3分の1を戦ってきたアメリカ主導の連合軍は民間人を殺すのが目的ではありません。それでもミスは起きてしまいます。この女性は3ヶ月前に夫を失いました。車の修理工だった夫は家に押し入ってきたアメリカ兵に射殺されました。こっそりやってきたアメリカ兵を泥棒と間違え、家族を守ろうとして外に出て撃たれました。大黒柱の死で一家は貧困に突き落とされました。アメリカ兵のことを一体何て言えばいいんでしょう。おかげで私は夫、5人の子供は父親を失ったんです。この国の生活は過酷です。貧困と腐敗は凄まじく、流出情報で分かったようにアメリカの援助計画はうまくいっていません。戦争は弱い立場の人々にさらなる危険をもたらしました。世論調査によると人々は連合軍を支持していて、タリバンへの支持率をはるかに上回っています。それでもタリバンへの支持率は徐々に伸びています。原因は連合軍に殺される民間人の数の多さです。だからこそ今回流出された情報によるダメージが大きいのです。タリバンは連合軍より多くの民間人を殺害しています。民間人は戦闘に巻き込まれて死亡します。問題は民間人の犠牲者の数だけではありません。もっともっと大きいんです。人々は恐怖の中で暮らしています。いつ何時タリバンが入ってきて攻撃されるとも限らない。またタリバンを狙った連合軍にいつ何時空爆され家族が殺されるかどうかは分からないんです。この子どもたちは先週金曜に負傷しました。同じ攻撃で数十人が殺されています。当初連合軍は空爆によるものではないと否定していましたが、 BBC が週末に調査した結果、アフガニスタン政府は26日空爆が原因だと発表しました。 David Loyne, BBC News, Kabul.